皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はサンメイクのアイシャドウを使った春のオレンジメイクをやってみました。よかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。カラコンはチューズミーのハニーベージュをつけてます。こんな感じのカラコンです。メインのアイシャドウはこちらになります。キャンメイクシルキースフレアイズ07番のアイシャドウを使ってメイクしていきたいと思います。すごく可愛いカラーで、色味はこのようなカラーです。まず一番薄いカラーをアイホール全体にのせていきます。すごいふんわりな感じで、これだけだとかなり薄いのでこっちのカラー重ねていきます。そしたらオレンジ濃いカラーを取って目尻側に入れていきます。余った色を下のここにも入れていきます。こんな感じです。反対側も同じように塗っていきます。ここのブラウンのカラーは後で使っていくので他のアイメイクを済ませていきたいと思います。メイベリンフィットミーコンシーラーを使って涙袋をぷっくり作っていきます。ニッてしたところに膨らんだところここに塗ります。で指でなじませます。さっきよりぷっくりしたかなと思うんですけど、そしたらここのカラーを取って涙袋に塗っていきます。ブラシじゃなくて付属のこのチップの細い方を使うのもいいと思います。今使ったブラシすごく細くて使いやすいんですが、ジューシーのメイクブラシセットに入ってたもので最近これ使ってます。そしたらこちらのラメを涙袋にのせていきます。シピシピのグリッターイルミネーションライナー01番ピンクベージュを塗っていきます。そしたらなじませます。涙袋がかなりキラキラになります。そしたらケイトのダブルラインエキスパートを使って涙袋の影と二重幅の延長線を描いていきます。あとついでに口角もこうやって上げるようにメイクしていきます。ここを描いてちょっとぼかすことによって口角が上がって見えます。やった方が可愛くなるので、やって涙袋とこっちとぼかします。そしたらインライン引いていきたいと思うんですが、オレンジメイクに合わせてキャンメイククリーミータッチライナーの05番を使っていきます。いつもは上の02番なんですが、今回は下の05番を使っていきます。比較するとこんな感じです。使いこなすの難しそうだなって方は02番でもいいと思うんですけど、今回はこのアイシャドウの色味に合わせて05番にしてみました。これを粘膜に塗っていきます。テラコッタ系のメイクにも合うアイライナーかなと思います。でも今回は春メイクなので秋っぽくなりすぎないようなメイクを意識していきます。そしたらビューラーでまつげ上げていきます。今マツパが取れかかってるのでビューラーしていくんですけど、いつもはマツパしたりしてます。使ってるビューラーは資生堂のものです。マスカラ下地塗っていきます。ケイトのラッシュマキシマイザーを塗っていきます。下まつげも軽く塗っていきます。乾かしてる間にノーズシャドウやっていきます。キャンディードールのリキッドシャドウの05番こちらを使っていきます。リキッドタイプのシェーディングでこのようにチップになっていてこんな感じなんですけど、伸ばすとすごく馴染んでくれるシェーディングで、これをゴッと塗ってここにも塗ってここにも塗る、で顎の下にも塗ります。こんな感じでしたら斜めになってるブラシでなじませていきます。ここに入れると唇がこう前に出るというか立体的に見えるので、ここをくぼませます。こうね、したら結構変わる。でここ陣中にここに塗って、でここをねツンって見せるようにもうこっちに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 ひたすら塗って、こっちもこっちも塗っていきます。よくここもぼかさないとダメなのでしっかりぼかします。ここをねヒュッと出す感じで、そしたらここだけ塗るんじゃなくてちゃんと眉毛のここからねつなげるように、このゾーン眉毛の下からベル
して彫りを深い人みたいに見せる。はい、こんな感じでできたら、余ったのでシュ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 ってやって、これでもちょっと割とツンってしたんですけど、クリオのプリズムエアハイライター01番を使ってハイライトしていきます。ハイライトはこういうブラシを使います。で、取って鼻先ここ入れて、そしたらツンって見えますよね。そして唇の上、ここに入れていきます。唇をブクッとさせるために塗ります。で、私は結構顔が面長なので顎には塗らないです。で、ここ C ゾーンとか一番鼻を高く見せたい場所、ここら辺に塗って、で、おでこはちょっと丸く描くように塗っていきます。で、ちょっと T 丸みたいな感じ、おでこがねキラーンって、だいぶ鼻変わったかなと思います。後から微調整したりしてもいいんですけど、目頭ここ入れていきます。鼻がシュッと見えたかなと思います。チークも塗っていきます。アピュージューシーパンジェリーチークというチークの JCR01 番、ハミングピーチ。ちょっとプニッとしてるチークでこういう感じなんですけど、すごい可愛いねツヤ感が出るチーク。このチークすごいおすすめなんですけど、これをこうやって塗っていきます。こういうチーク、なんかプニッとしてる質感のチークなの で、今のマスク時期はパウダーチークよりこういうチークの方が密着感があるかもしれない。滑らすように塗っていきます。こんな感じね。で、もう一回ビューラーしていきます。上に上に上にっていうよりか下に下に下にって感じでビューラーしていきます。こうやって上にこう行くんじゃなくて、挟んで下に下に下にみたいな、上がります。マスカラはインスタには載せたんですけど、 BeAIDOL の新作のアイラッシュマスカラ01番アイドルブラウンを使っていきます。あかりんこと吉田あかりちゃんプロデュースの BeAIDOL からマスカラがね最近発売されたということで、オレンジのアイシャドウと相性がいいかなと思ったので今日はこれを使います。下に鏡を置いて塗った方が塗りやすいですね。結構これ繊維が入ってるマスカラなので、これ1本で良かったかも。綿棒でちょっと調整していきます。コームも持ってるんですけど、とまず綿棒で反対側も、下まつげも塗っていきます。下まつげめっちゃ長く見える。ちょっとコームで溶かしたいと思います。こんな感じでできたらアイライナー引いていきます。ラブライナーのリキッドアイライナーのブラウンを使っていきます。ラブライナーのアイライナーはすごく細く引けて微調整しやすいって感じですね。目に引いていきます。こんな感じです。そしたらもうちょっと目を大きくさせるために、今度はミルクブラウンのカラーを使って、さっきのブラウンだと濃すぎてちょっとって感じなんですけど、このミルクブラウンが絶妙なので、ここにちょっと引いてます。私は黒目の下らへん。そしたらさっきのアイシャドウを使って、このブラウンでここにちょっと線を描いていきます。チップを使ってこのブラウンを取って、横に描くというよりかこう縦に使いたいので、こう取っていきます。ここいい感じですね。ここの鼻のニキビが治んないんですけど、お気になさらず。そしたら最後リップ塗っていきます。リップはサーヤちゃんプロデュースのリルアのリップ04番ピーチピグというカラーを塗っていきます。春らしい可愛いカラーですごく可愛いです。メイクができたので髪をセットしていきたいと思います。はい、髪もセットしてきました。こんな感じです。というわけで今回は春のオレンジメイクを撮ってみました。キャンメイクのアイシャドウは試しやすいかなと思います。ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも参考になったなって思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリ公式 LINE もやっておりますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。ではバイバーイ。なんか普段オレンジのアイシャドウを買ったことなくて使いこなせないんじゃないかって不安な方もいると思うんですけど、私ももともとピンクばっかり使う人で、オレンジのアイシャドウなんて使ったことなかったんですけど、もう最近はピンクよりオレンジのメイクをすることが多いぐらいオレンジアイシャドウにハマったので、試しやすい価格なのでぜひねチャレンジしてみてほしいなと思います。